な美容外科参戦。あくまでも個人的な意見になるんですけれども、いろんな美容外科医の先生たちを見てきて、あ、この人のこのやり方ないんじゃないかなっていう美容外科。まず、一つ目、お金をお金してる美容外科の先生たち。技術の向上だったりとか、リスクを説明したりとか、そういったのが抜けちゃう先生がいらっしゃるんで、それはね、ちょっとね、お金が一番に来すぎていてないかなっていうふうに思いますね。二番目、不当な理由をつけてアップセルをしてくる美容外科です。そもそもですね、特殊な意図、特殊な手法っていうのはあんまり存在しないんですよね。ちょっと良心がないのかなっていうふうに心の底から思っちゃいますね。3番目、カウンセラーの言いなりになる美容外科医の先生。必要ない手術だったりとかですね、むしろやってはいけない手術をですね、カウンセラーの人が患者さんに勧めて、この契約取ってきたんで、手術やってください先生っていう風に持ってきて、その言うこと聞かないとクビになっちゃうみたいなクリニックもあるわけですけれども、医者としてどうなのっていう風にちょっと思っちゃいますね。